こんにちは、ハイジーです。というわけで今日は視聴者の方からのメールをいただきまして、東海大学駅前徒歩5分くらいの場所にありますステーキタパスさんにお邪魔しております。なんとこちらのお店は東海大学の学生さんが部活帰りに立ち寄るという平日18時から20時くらいのだけのオープン、体の大きな子たちが今後もっとスポーツを頑張れるようにという感じでオープンされているという素敵なお店でございます。店内はすごく可愛らしい感じでございまして、入ってきて店員さんと語らいながらお肉をがっつり食べるというそういう感じなのでしょうか。メニューもシンプルでございまして、タパスステーキ全部ロースですね、 300g、400g、500g とありまして、これ以上もあるそうでございます。で、200g、一般的にこれが満足できるサイズだと思うんですけれども980円。で、ライスは小中大で、スープサラダなどもあります。一番出るグラム数ってどのくらいになりますか？一番出るグラム数は、はい、普通の体の方はだいたい300ぐらい。なるほど。文化部の方とか、やっぱ学生さんですから文化部でも300g がいくそうでございます。 300g 注文しましょう。じゃがいもでしたり、人参、そしていんげん、玉ねぎもどっさり並べられておりますね。ここにお肉が入る余地はあるのでしょうか？ここに後から特待生として転入してくるみたいな状態なのでしょうか？はい、来ました。あー、予想以上にでかっ。大きめに切っときました。隠してる。他の食材隠しました。まさに掛け布団、お肉の、あーらら、ステーキソースも大量に。これゴロゴロ見える玉ねぎかなんかがバッて見えてるんですか？はい、そうです。ねえ、玉ねぎを炒めました。完全なる自家製ソースですもんね、こうなるとね。そうです。一生懸命もう3時間か4時間出来上がりました。もうできた。あらら、あらららら、ステーキ 300g です。大変お待たせいたしました。はい、300でこんなあるんですね。350弱ぐらいはサービスしました。学生さんが多いからみんなにね、もういっぱい食べてくれと言わんばかりのカットしてくれるんですね。はい、これサービスのサラダです。よかったらサービスのサラダ、これはサービスのサラダですけど、はい、だいたいあのいつも大学生さんが、はい、お野菜を頼まない子がいるんですけど、はい、お野菜は食べさせたい、インフルエンザ予防と体のためにって無理やり食べさせてます。サービスしちゃうんですね。サービスしちゃいます。やっぱ学生さん、やっぱ肉ばっか食べたがりますからね、学生さんはね。いただきます。しかも私の大好きなブロッコリーまでちゃんと入ってる嬉しさ、ありがたい。うん、じゃあもうちょっと大盛りで差し上げてください。十分十分です、はい、いやいやいや、だから普段もっと大盛りにしちゃってるんですか？2倍ぐらいになります。え、これスモークしかない学校じゃないですよね。そんなことないです。僕も知ってますよ、東海大学さんはすごい大学ですけども、はい、お肉が暴れすぎてるから、ちょっとじゃこのピヨッとしてる部分から食べてみましょうか。うわー、お肉一切れいきましょう。ほらほら、美味しい。これはご飯泥棒進むね。で、切ったお肉をさらにこのタレの中に一回沈めて、こうでしょう。うん、ソースもめちゃくちゃ美味しいもん。うん、こっち側の野菜たちもこうやってステーキソースにちょっと沈めたりしながらね、こういけますもんね。うん、うん、ほら、うん、玉ねぎももちろんこれ沈めて、こうでしょう。うん、ちょっとシャキシャキが残る甘い感じで、あ、最高の焼き加減。まだまだ大きい。もしかして来ました、脂身天国さんの部分が。やっぱロースですからありますよね、脂身とお肉の二段重ねですから。とろける、甘くとろける。うん、あの出張でしょっちゅうちょっと閉めちゃうんですけど、あ、それでだからここのお店は月に半分くらいはもう営業してないんです。平日の2時間しかやってないのに、うん、さらに月の半分やってないんですもんね。はい、しかも土日がっつり休んじゃうんです。いや、だからもう商売機全くないってことで。そうなんです。はっきり。でもキッチンの方にレナちゃん美味しいとかって叫ばれると、うん、ありがとうってなっちゃう。それでまたサービスしちゃうんですね。はい、そうなんです。はい、ごちそうさまでした。いや、美味しかった。で、デザートもあるということですね。はい、うわー、ちょっと待って、召し上がってください。うわデザートも種類豊富なんだ。バナナがあったり、アイスがあったり、チョコアイス、バニラアイス、
シュークリーム自家製ケーキ、すごいですよね、量がすごい。これで体を大きくしてるんですね皆さんね。そうです、これ皆さんにも絶対つく感じのデザートなんですね。大学生の子が来たら結構絶対ついてます。へえ。だからみんな心配してくれる、みなちゃん大丈夫本当にっていう。あんまり大丈夫じゃない大丈夫じゃないあんまり大丈夫じゃないやっぱりあんまり大丈夫じゃないサラダなんかね、これに乗ってくるサラダが。食べるって言ったらね、いっぱい作ってた、もっと食べたいって聞いて、食べるって言ったら、はい、メニューにないですもんサラダがね。あります。あ、サラダある。だけど大学生さん頼めないんですよ、お金がいかね。350円ね、はい、うん、大変だからっていうのが分かるから、もう野菜食べさせたい、野菜を食べさせたいから私たちは、はい、なのでもうあげちゃってる。でも普通のお客さんにはちゃんと、ちゃんとスーツで来た人にはちゃんと食べてもらう。野菜さんじゃなければ、ね、そうですね、それはそうですよね、うん、ダイエットとかしてるんですか。でマラソンはしてます。えちょっと本当太ってきちゃったんで、本当に痩せなきゃって思って、あと夏までに5キロ5キロね、厳しいね、結構大変です5キロってね、結構大変ですよね、意外とね、うん、ちゃんとやらないとね。そうそうそう、やるとストイックだから。ママダイエット始めて3週間だけど3キロとしたから。すごい、もともと何キロだったの。すごい女子の会話だ女子の会話が出ました。やっぱスイーツ出ると出ちゃいますね、出ちゃいます女子の会話が。